番下ですね、マヤ線の一番最後から2つ、鎧町 M19、 これをクリックしてもらったら、はい、マップが出るんで。行っていいんですか。はい、行きましょう。じゃあ私もマヤ町、はいはい、それで、この鎧町ですけども、鎧町、まあ、鎧町、なんか変な怖そうな、まあ、人たちがいますけん、はい。それで、まあ、ちょっとこの、どこに回ってもいいのかな、ね。はい、行ってらっしゃいって書いてます。現地設定が夜なんですね、ここはね。それで、ここはガレージの、で、なんか、バンドセットもありますね。うん、はい、それで、ここが、電脳カフェっていうから。日本仮想世界って書いて、通天閣みたいな。このカフェ、ちょっと上がってみましょうかね。なかなか、サイバーっぽくって。押し合いしてどうするなあ。それで景色がいいですよね。面白いですね、この世界。すごい。ちょっとブレードランナーの世界にも似てるし、それから元子さんが出てくる、何だったっけな、ちょっと今雪が積もってるんですね。それでなかなかサイバーっぽいカフェです。で、ちょっと回りましょう。広角機動隊。あ、そうそうそう、広角機動隊の世界をちょっとやっぱりリスペクトしてるんですよね。ちょっと、はい、この和風の感じも下ですか。はい、行きましょう。それでこれを真ん中から行くかな。いや、そうね、真ん中から行くか。真ん中、あ、行きますね。居酒屋陣、ただこれはほとんど中店はないんだけど、時々あるんですよね。でね、餃子、雷も、あ、やっぱり広角車って書いてあるね。やっぱり広角機動隊に広角車って、はい、金剛力士が並んでますね。24時間営業って、なんだろうね。でラーメン屋さん、ここも一応カフェになってるんですよね。小さなカフェで、はい、カウンターと SSL って書いてカフェ SL。面白い、あ、よいしょ、なんかもうちょっとテレビゲームもあるね。本当だ、インベダーゲームあるから。はい、それからこの先がね、たこ焼き屋さんが、はい、これ座れるんかな、ここにちょっと、いや、たこ焼き焼いてますね。向きが逆だ。なんで向きが逆。てかこの、うん、お姉さんがちょっといい雰囲気のお姉さんが、タコ焼いてくれてますね。はい。はい、それで、夏は、ここの通りは、風鈴が鳴るんですよね。で、その風鈴が綺麗で、だけど今日は、あ、そうか。SL か、S ってるかと思ってたら SL だ。うん、SL。はい。で、ここ。居酒屋さん、ちょっと。で、この滝がいいですよね。滝の明かりが。
通天閣ってあったよね、確か。残響。ああ、ここ、ここ。ああ、セブンイレブンの上だ。映画通天閣だったんだ。日本仮想世界。それでフグが回ってるんだ。ということですね。まあ、この辺の雰囲気はちょうどあのブレードランナーの雰囲気にもなりますよね。はい。焼肉。あ、焼肉じゃん、精肉。で、あの、で、こっち側にある元子の元ってね、これは、攻殻機動隊のヒロインが元子なんですよね。ということで。じゃあ、鎧町はこれぐらいにして、今度、花らっきょう、最後のところに行きます。